どうも皆様、はじめまして。起業家を応援してます具志堅浩二と申します。今日は、私が集客をお手伝いしている、パソコン教室を運営されている金城剛さんと対談形式で、やっていこうと思います。で、金城さんのこの自己紹介からお願いします。はい、金城と申します。今、那覇の、西町、西でパソコン、女性とシニア向けなんですけれども、パソコンとカルチャーの教室をやってます。イースマイルというお店を経営しています。はい、で、このイースマイルパソコン教室を始めようと思ったきっかけは何だったんですか？きっかけ、私いろいろ仕事を、銀行員から始めて、一般の会社の総務の経理とか、いろいろ仕事していく中で、人の役に立てるような、そういう仕事ができないかなと思ってて、でその中でたまたまだったんですけれども、カルチャーレストランという教材がありまして、その教材を使って、これは女性なり、シニア向け、シニアで何かしら頑張りたいとかいう方向けの教材なんですけども、それに出会ったので、それだったらそういう方のお役に立てるんじゃないかなと思って、なるほど。教室は開きました。実際今来てくれてるお客様、この年齢層とか性別とかってどういう感じですか？今女性が64ぐらいですかね。女性が多いですね。あと年齢層は40代から、上の方は80オーバーの方までいらっしゃいます。なるほど。これはこの、パソコン教室って言ってもなんかいろいろレベルがあると思うんですけど、やっぱ初心者向けになるんですか？もう全く触ったことのない方から、スイッチの入れ方も分かんないぞと、パソコンとは何ぞやと、そういう方から本当にスタートしていただいてるんですけども、それとかあとは以前はパソコン使ってたんだけれども、パソコンを使わない仕事になってしまっても全く忘れちゃったとかいう方、そういう方が対象ではあるんですけどね。よく求人広告であるエクセルワード基本操作ができる方というのがありますよね。大体それぐらいのレベルまで行っていただけるといいなっていう感じですね。だからうちはどちらかというと本当に緩い教室なので、自分のペースでやっていただける。で、なんて言うんだろう、資格を取るための教室ではなくて、そうなんですね。そういう本格的にやりたいっていう方は、どうぞ大手の パソコン教室行ってくださいってことで、逆にお断りするぐらいの感じなんですけど、そういう中でマイペースで緊張感なく、楽しくやっていただきたい。であとは素人向けもそうなんですけど、パソコンがせっかく使えるようになったんであれば、いろいろワードで絵を描いたりとか、いろんなものがカレンダーを作ってみたりとか、そういうことができるので、どちらかというとそういう方向で普段使えるように、そこまでやっていただければと。ワードで絵を描けるんですか？絵も描けますし、いろんなカレンダー作りとか、そういう趣味的なところ、そういうこともできるので。もう結構ワード、エクセルだけでもいろいろできそうですね。そうですね。うちはまだ、全く初心者の基礎講座から始まって、次はワードに行っちゃうんですけども、ワードで大体のことがほとんど
ができるので、うんうん、あのそれでもさらに進みたい方は Excel、はい、まあ、Excel の場合ですとやっぱりあの家計簿作ったりとかね、まあ、実用的なところ、うん、はい、まああるんですけども、結構ワードっていろんなことができるので、お面白いです、はい、あ、じゃあもうなんていうか資格就職のためだけじゃなく、あ、資格のためとは言ってなかったですね、この、まあ、仕事のためだけではなく、こうプライベートでもいろいろ楽しめることがあるってことですか。そうですね、仕事の場合だともどうしてもあのパソコンを使わないような仕事についてしまったりとかしたら、触る機会って全くなくなったって忘れちゃいますよね、はい、それよりはあのやっぱりご家庭なりあのご自分でパソコンでこういろいろ作れたりとか、普段できること、はい、日常的にパソコンを触っていただくことっていうのがやっぱり理想なので、そうじゃないともう忘れちゃいますからね。ですね、どんなに資格を持ってても、うん、あの使ってなかったら全くわからないっていう世界がありますから、はい、まあ、それよりはあの日常使用というのかな、あの普段でもこういろいろ楽しんで使えるという方向性というのかな、はい、そういうふうに考えてます、うん、こうね、さっきこのラフな感じでって言ったのが俺の中で響いたんですけど、やっぱもう普段から金城さんこうゆるゆるで楽しくやってる感じですか。まあ、ゆるゆるでというか、うん、なんて言うんでしょう、どうせやるんだったら楽しい方がいいじゃないですか、はい、楽しくなければ続かないので、はい、でしかもなんだろう、うちの場合はあの必ずこの期間で終わらせてくださいねっていうのがないので、お、まあ、ですから自分のペースで、はい、もうなんだろう、これで終わらさなきゃいけないって言ったらすごいプレッシャーじゃないですか。あ、確かに、まあ、それよりはもうあの分かるまで何回も同じとこ繰り返してやってもらったりとか、お、あの年齢やっぱり高い方っていうのはなかなか覚えられない部分もあるので、はい、まあ、その辺はもうあのゆっくりゆっくり何回も繰り返しながら、なるほど、はい、やってもらってます。もうその人のペースに合わせてもう優しく粘り強く教えてくださるんですね。そうですね、まあ、そういう感じですね、うん、あのうちがもう本当にあの小さな教室なので、あの、まあ、お一人お一人に、はい、コミュニケーションを取りながらというか、なるほど、楽しみながらというか、はい、いいですね。まあこれからどんなお客さんに来てほしいです。そうですね、やっぱりうちはとりあえずも女性向けと、まあ、あとシニアの方が対象なので、まあ、女性でしたらやっぱりこうまたなんか育児が終わってあの仕事をまた探したり、それとかあの今やってる仕事の中でまあ、スキルアップというか新しい仕事に就きたいんだけど、うん、どうしてもワード、エクセル、そうです、基本操作ができる方ってついてしまうと、はい、そこでもう仕事を選ぶ幅が限られてしまうので、まあそういう方向けに、うん、最低限そのワード、エクセルの基本操作ができる方レベルまで行っていただくという、うん、はい、そういう方とか、あとはもうやっぱりシニアの方って時間だけはたくさんあったりとかするので、うんうん、まあ、その方に出てきてもらって、うん、パソコン使っていろんなものを作ったりとかできるんですよっていう、そういう楽しみもあるし、うんうん、やっぱり今認知症とかね、はい、すごくもう2025年には65以上の5人に1人が認知症になってしまうという世界ですから、すごくまあうちはカルチャーをやってるので、パソコンをやりながらそういう趣味の世界まで行けるので、あ、なんかクラフトワークでした、はい、まあ、ありましたよね、デコクラフト教室、教室とか、まあ、いろいろ講座とかですね、いろんな脳のトレーニングの講座とか、そういうのもあるので、はい、まあ、パソコンを触ったことがないんだけれども、うん、ちょっとやってみたいなみたいな方に来ていただいて楽しく学んでいただければな、うん、もうこれ、そうですね、指動かすだけでいい、頭の運動になりますし、うん、はい、まあ、そういう意味ではそういう使い方も
していただければなっていう感じですか。なるほど。あとはこの、ね、私はやっぱりこういった講師業をしてるんで、こう講座とかセミナーとか、まあ、集まりとかにも使いたいんですけど、そういうのも可能なんですか。ね、まあ、カルチャーの一環として、はい、この場所を使っていただいて、で、まあ、いろんな講座を持っていただくってことも、一応場所の提供もしているので、はい、どんどん、はい、活用していただければと思います。はい、でもうこのお店の雰囲気もすごくいいんですよ。ちょっとゆっくり回しますね。こう、こんな感じで手作り雑貨、ハンドメイド雑貨があったりですね。で、私たちが今座ってるテーブルはこういう感じですね。すごいいい雰囲気で、ね、いい木が流れてるっていう感じです。うん、まあ、こうやってホワイトボードもありますし、で、今何かそのキャンペーンとか何かあります？お得な特典とか。今ちょっと、まあ、春に向けてのキャンペーンというか、新しいことを始めるにあたってはとすごくいい時期なのでですね。今通常、入会金で8,000円いただいてるんですけれども、はい、一応それをもう半額4,000円に、はい、今もしご覧になってる方聞きました、これを4,000円ですよおっしゃっていただければ、はい、半額にしちゃいますので、いいですね、ぜひこれを機会に、はい、ご入会いただければ、はい、いや、お得ですよ。なるほど。で、パソコン教室と、まあ、他にもいろんな、手工芸とか、まあ、脳トレとかの講座もあったり。そうですね、うん、で今さっきもお話しあった例えばここで何かしらスキルを生かして講座を持ってみたいとか、うん、ワークショップやってみたいなっていう方には、うん、私もご提供しますし、うんうん、もう本当に民間の公民館みたいな感じ。ああ、いいですね。だからこっちはもうあれですよね、こうアクセスもすごくいいですよね。そうですね、うん、旭橋の駅から、まあ、歩いて8分ぐらいなので。そうですね、もうモノレールもどんどん延長されてね、もうすぐ前田駅もできますし、ね、まあ、あと県外から来た方結構この辺泊まる方が多いんで、すごいアクセスもいいですしね。ですね、うん、で、まあ、駐車場も一応、まあ、大きい車1台と軽でしたらあと2台かな、合計3台は確保してますので、はい、まあ、お車で来られる方も大丈夫です。はい、まあ、そのね、この例えば講座とかで10名来ますとか行っても周りにパーキングいっぱいありますよね。そうですね、もうちょっと止められない方はもうちょっとご負担いただく形にはなるんですけど、うん、はい、まあ止めるとこには不自由はしないかと思うので、うん、なるほど。いや、もうぜひ那覇で何か講座を開催したい方はeeSmileで検索してくださいね。まあ、YouTube でアップしたらこの下の方にURL も載せておきますんで、ぜひ、ホームページも見てみてください。そうですね、他に何かあります？この PR したいこと。
今、前回か第1回で始めたんですけれども、毎月第2月曜日、第4月曜日に、3時から、学びと交流のユンタク会っていうのをやってまして、毎回違う方の講話をちょっといただいて、それについてちょっとお話を皆さんでフリートークでやっていただくっていうような会もやってるんですよ。前回私が喋らせていただいたんですけども、生涯学習でハッピーな生活をという、ハッピーな人生をかというようなことで話をさせていただいたんですけども、うちも生涯学習、それがテーマでもあるので、すごくいい反応っていうか好評だったので、で次回またあるんですけれども、これはちょっとやっぱりシニア向けの講座にはなるかと思うんですけれども、講話していただける方をお迎えして、私の考える就活と、就活って終わる活動、最後の人生最後、そんな活動もっていうか、ユンタク会もやってたりするので、私も参加したいんですけどユンタク会はおいくらなんですか？一応1000円いただいてて、で、こちら先ほどね、具志堅先生にこう撮っていただいたんですけど、カフェスペースもあるので、カフェコーナーはフリードリンクなんですよ、でご自由に飲んでいただけるコーヒーとか紅茶、おいしいやつがあるので、それは会員様生徒様はもう自由に飲んでいただけると、なるほど、いうようなサービスもあります。ではそしてもう私個人的に一番驚いたのが、2時間使ってフリースペースとして使って、コーヒーも飲めて500円って聞いたんですけど。そうですね、例えばこう、男性の方とか、シニア仕事をリタイアしたい、行き場がないんだよなとかいう時とか、あと女性の方でもなんかうちにいたら落ち着いて趣味ができないのでというような方とか、こちらに来てやっていただいたりとか、そういう使い方もしていただく中で、場所を使用料として500円だけいただいて、で、とりあえずドリンクも OK ですよというすごいお得じゃないですかこれ。やっぱり人が集まっていただけるとね、すごくいいかな。その中でまた交流が出てきたりとか、そういうのがちょっと理想なので、そういうサービスもご提供させていただいてます。いいですね。気軽に訪ねていただければと。そうですね、本当に素敵なところなんで、皆さんぜひ那覇市の、e スマイルで、検索してみてください。今日は金城さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん、最後まで、ご視聴ありがとうございます。失礼いたします。